テームエースとは、日本の競争は、主な勝ち倉に2008年の東京ハイジャンプ。2006年3月5日、阪神競馬場での3歳新馬戦でデビューし、6着。8戦目で初めて3着以内に入るが、平地競争では11戦して、未勝利に終わり、障害競争に転じる。11月に障害未勝利戦を2戦の後1年、近い休養に入り、 復帰初戦で三着の後四着、二着として二千七年十二月の障害未勝利戦でトータルの初勝利を挙げる。五歳初戦となった二千八年四月の障害オープンも勝手に連勝とすると登場して中山グランドジャンプに出走して丸カラスカルの三着に入る。続く東京ハイジャンプでは中段から構えて直線で先頭に立ち、二着キングジョイに二秒三の 大差をつけて、重賞勝利を挙げた。秋は、京都ハイジャンプ6着、中山大障害7着とし、翌2009年は、初戦半身スプリングジャンプで5着とした後中山、グランドジャンプでは、スプリングゲントの9着。その後,後、午前浅久県園の故障が判明し、そのまま引退した。引退後は乗馬となり、糸島市の上野乗馬園では、スティングという名前で、 つなぎをされていた。以下の内容は、Javis Search, netkeiba.com に基づく。障害性は平均1回。ありがとうございます。